つもいつも我の邪魔をしよって薩摩剣士隼人、今日こそ我が力を思い知らせてくれるぞ。おう、今日もよか立ち合いじゃ、たぎってきたぞ。いや、先方殿、今日は玄魔月光とは使わんとや。何をこしゃくな、そなたのへっぽこ次元竜ごときを相手に我が必殺の神器を使うまでもないわ。何が無人剣十字メルーじゃ。そんなものは我の自慢のおしゃれアイテムヤッセンスで華麗にあしらってくれるわ。おお、センスで立ち合いか、恋は面白いか。よし、無人剣十字丸。コン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 、どうじゃ、薩摩剣士がセンス一つにキリキリ舞いじゃ。おう、焦げな戦い方はおいも初めて見たぞ。まっこて見事じゃ、ますますたぎってきたぞ。おのれちょこざいな、今度はこちらから参るぞ。そりゃーっと来て、とりゃーっと持ってってやー、ただらりゃー、手が滑った。うわー、我の大事なヤッセンスがどこじゃ、どこじゃ、ない、ない、ハヤト、ヤッセンス知らんか、我のヤッセンス。ヤッセンボドン、ちっと落ち着かんな、センス一つにそげん慌てんでも。そなたなんぞに、そなたなんぞにセンスの何がわかるというのじゃ。ねえ、もう立ち合いなんぞやめじゃ、やめじゃ、もう帰れ帰れ、シッシ。おう、なんかすんもはん。そんならな、あんまり落ち込みやんな。うるさい、うるさい、シッシ、うん、バカ。もう、ああ、我の大事なヤッセンスどこへ行ったのじゃ。ああ、マヤトには邪魔はされるわ、大事なヤッセンスはなくすわ。今日の我はなんと運が悪いのじゃ。レンタ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 。あ、野戦坊様だ。野戦坊様、どうかなさったんですか。おお、コンコンか。どうもこうもないわ。今日の我は運に見放されておるのじゃ。もうダメじゃ、不幸のどん底、絶望じゃ。ああ、もう嫌じゃ、何もかも。野戦坊様、大丈夫ですか。お気を確かに。コンコンよ、我に近寄ると不幸が移るやもしれぬぞ。下がるがよい。運の悪い我は寂しく帰るといたそう。どうせ我なんぞには一人ぼっちがお似合いなのじゃ。はあ、もうお先真っ暗。わわわ、野戦坊様が大変だ。どうしよう、どうしよう。おろ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 、はっ、いけない。僕が慌てちゃダメだ。いつもお世話になってる野戦坊様の一大事、こんな時こそ僕がお助けしなくっちゃ。野戦坊様、運が悪いっておっしゃってたな。ということは運が良くなればいいんだ。運が良くなるためには、そうだ、運といえば占い。月丹赤ルカン悪巻き、一個もちねったぼふっくれかし。あ、コンコンだ。占い師さんに聞けばきっと運が良くなる方法がわかるぞ。あ、でも占いは金がかかるからな、僕のお小遣いじゃ足りない。どうしよう。コンコン、占いがどうかしたの。ツンツン、なんだよいきなり、びっくりするだろ。お前、占いなんか気にしてんの。女の子みたい。うるさい、黙れ黙れ。そういえばさっき楽屋でさ、司会のお姉さんがスマホで占いを見てたよ。スマホで占いか。僕スマホ持ってないからな。野戦坊のこっそり借りればいいがね。ダメだよそんなの。いいっていいって、僕もよくハヤトの勝手に借りてるし。
いろんな天気予報アプリがいっぱい入ってて面白いんだ。鹿児島県内の各地の気圧がさ。いや、だからダメだってば。野戦坊のスマホ、さっき楽屋に置きっぱなしだったよ。うん、これも野戦坊様のため。あいつなんであんなに占いしたがってたんだろう。変なの。あ、戻ってきた。野戦坊様、ごめんなさい。ちょっとだけスマホを使わせていただきます。こうして占いって入れて検索して、あ、出てきた。無料占いサイトだって。ここから登録して占うんだな。野戦坊様のお名前を入れて、メールアドレスを入れて登録できた。野戦坊様の運勢は、自分の知らない間にトラブルに巻き込まれる恐れあり。ああ、野戦坊様かわいそう。運気を上げるためには角のついた黒いおじさんの話を聞く。なんだこりゃ。貸して貸して、僕も占ってみよう。何何、自分で気づかない間に他人をトラブルに巻き込む恐れあり。だって。あ、メールが来た。誰からかな。何何、勝手に見ちゃダメだよ。現魔神皇野戦坊様、当社有料サイトのご利用ありがとうございます。サイト接続利用料金12万円を請求いたします。支払いの確認が取れない場合は直ちに法的措置を取らせていただきます。なんかよくわかんないや。あ、また来た。当社有料サイト利用料金のお支払い期限が迫っております。すぐにお電話にてご連絡ください。ご連絡いただけない場合は直ちに法的措置を取らせていただきます。また来た。野戦坊、この法的なんとかの人とよっぽど仲がいいんだな。たくさんメールが来るぞ。ツンツン、多分それ違う。じゃあな、コンコン、占いできてよかったね。バイバイ。あ、ちょ、待って、ツンツン、法的さんによろしく。バイバイ。ツンツン、ツンツン、なんだよ法的さんって。ああ、なんかとんでもないことになってるような気がする。